はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。今回は新しいゲームですね。これなんて言うんだろう。ザ・ゲーム・オブ・シス・ワイ・ピー・ファス。これ読み方がわからないんですが、まあ、何をやるかっていうと、岩を転がすゲームです。この坂を使って障害物なんかに耐えながら岩を転がしていくわけですが、岩は丸い。そして、重いんで登るのは結構苦労。しかも障害物があるんで、障害物があるんで、難しいな、やっぱり。回り込む。障害物があるんで、やっぱり。ああ、ダメか、こうなると。地道に、だから、サイのカーラーゲームですね。わかりやすく言えば。ああ、一度こういうふうに横とかに転がっちゃうとダメだな。パス度でやるとどうなる？こんな感じか。ああ、なんか、いや、こういうふうに引っかかるとこがあればいいんだけど、ないとこういうふうに落ちちゃうからな。これが難しい。してから、方がいいのか。これずっとこれでいけるわけじゃないよな、多分。壁に沿わせながらっていうのはずっと。それがうまくいくわけじゃないと思う。あ、坂があるんだ。これどうなるんだ？あ、ここで滑っちゃうのか。こんなん無理やろ。あ、逆に言ったら、その操作ガイドいいね。ダッシュってなんだ？ジャンプもできるんだ。
これで、乗ることもできるんだ。なるほど。まあでも基本押すのが基本だな、やっぱり。これってやっぱワスドでしか無理なのかな。キーボードでしか。こうなるとキリがなくなるかな。ダッシュって何でダッシュするんだろう。操作法を見ないとな。岩間挟まった時再生成する。トグルランニング。明るさも変えられるんだ。ホストプロセス。操作はどこに？設定を開ける。あ、設定ってさっきのやつやな。あ、ゴールドが溜まってる。さっきとイージーのビーチウォールでやれってわけか、まずは。そうするとどうなんだ？どうなるんだ？こうダッシュってなんだ？違う違う。移動しながらってことかな。あ、違うな。かな。早いのかな。あ、まあ、ちょっと早いかもな。シフトを押すと早いんだ。ポーズを取る。もうちょっと広角に寄れないのかな。あ、こうやって広角にズームできるんだ。逆に、なるほど。同じ
まあ、最高角でちょっと寄ってみよう。離れつつ、やばそうになったら離れて、やると、比較的問題が起きにくいんじゃないか。あ、やばい。お、なるほどな。ここで止まってくれる場合もあるんだ。そういうことだな。止まるっていうあのことも結構大事なのかもしれない。ちょっとあの寄りすぎるとよくな、あまり角度をつけすぎるとよくないな。限度がある。あ、ダメ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 。追いつかない。あ、あかん。なんか追いつかないんだよな。追いつかないから一番下まで落ちちゃう。止まるっていうのが結構大事やね。ブレーキが先にある。あんまり動かしたらダメみたい。本当に軽くフェザータッチでこういうふうに進めていった方が良いね。なんか動く障害物が前目の前に見えてきたんだが。
あ、間違えた。なかなか右に行きたいんだけど難しい。あ、でも少しずつ分かってきた感はある。加速しちゃうからな、どうしても。まあここ行くのがなたいだろうな。あ、ダメダメダメ。曲がらないんだ、これ。難しいな。まあでも、うん、ここはここでよ、これでよかった。止まらないな。坂がだんだん急になってくるような節もあるんだよな、これ。これはあの上に乗らなきゃいけないのかなっていうわけでもないな、多分。しだすと結構あのボールが激しく動き出すんで、なるべく回転を止めるっていうのが大事だよな。なかなかうまくいかんな、ここ。こうするとすごい回っちゃうからな。お、なるほど。ジャンプすると、動きやすくなるな。ここ、今止まってる。柵がある？この後どうやって進めばいいんだ、これ。あ、これ釘落ちるんだ。柵弱いな。なるほど、こういうふうに。あ、あかん。
ああ、なるほど。こういう手もあるんだな。持って、止める手もある。まあまあまあ、当たる。あ、なんか。止まった。この先は、あれがドーンと行くから、多少あれでも見に行った方がいいけど、ドーンってくるよね。まあ、結構運要素もある。っていう感じかな。これセーブポイントとかないんかな。ビーチボールはイージーって言うけど、これね、焦りは禁物だよな。まあ、ここはこれでいいと思う。この先は何もないんだろう。RTA とか やってる人もいるんだ。やってることもあるんだろうな。あ、あ、やばい。でもそんなにガーンって打ちつけるわけじゃないあとは言い切れないか。右がちょっとあれだな。あ、これ前に押し出してもくれるんだ。悪いわけじゃ、必ずしも悪いとは言い難い。結構ギャンブルいた、ぶつかった。
いいよいいよ。ここに入ってくれればダメか。ドーンとはならない。当たってないんだ多分。乗り越えられない。ぶつかった。これ自分がぶつかると結構ダメージが多い。大きい。ガーンと下に下がっちゃうよな。きついなこれ。あかん。ボールに触るとダメだ。なんでボールに触るんだ。ようやく追いついたが。どうなのかな。しばらくはこれでまっすぐ行けばいいと思う。だいぶ戻ってきた。手差がないな、このゲームの。これ、ま、ここだと越えられないや。こういうことか。オッケー。そういうことか。ドーンと押し出されるんだ。これダメかな。ダメだな。止まった。止まらなくても降りられないから、ここを乗り越えることは不可能だ。ということは
この真ん中を超えるしかないね。普通に。持ち帰るっていうのは大事。早っ。使うとどうなる？コーナーにこうなるのか。これ外に出るのかな。あ、なんか無理だな。オッケー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 。一回離れてこうホールドした方がいいみたいな。距離にもよるよね。うん。かかったらこういうふうに押してもいいかもしれない。爆発した。え、これどうなんの？あれ、消滅した。また爆発した。あ、飛ぶんだ、ボタン、ボールが。爆発すると。あ、飛びすぎだろ。え、どこにいるんだボール。あ、なんだ俺を。あ、自分も爆破するんだ。大事ね。
なんか爆弾がすごい量あるね。自分が避難しとく。1個しか避難しなかったか。まあでも、これで自分が避難しとく。で、自分が避難しとく。こうして道を作ってやって、右がいいな。右の端がいい。ただし、あ、自分避難してし。どこに落ちたんだ。でもさ、これ汚い手使うけど、今のうちに避難しときゃいいんだよ。自分が、あ、ある程度離れるとこういう風に、これライフとかないの？自分被弾してるけど、離れるとダメなのかもしれんな、ある程度。あれ？復活するんじゃないの？これ。時間が経つと。だからその手は使えないってことか。多分使えないと思われる。かかってからこう飛ばした方がいいよね。やっぱり。ぶつかっても、あんまり意味がないかもしれないね。
なんか。まあ難しいよな。どんだ。か、あかん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 。なんか進まんよな。自分ならこれ左通らせるな。出た。うわ、なんで？飛んだ。そうか、岩だから結構これすすみやすいのかもね。結構爆弾が多いんだよな、こっちのコース。
消えた。消えるとまた下に下げて、それが吹っ飛ぶ。吹っ飛ぶとまた落ちるっていう、この行ったんだ。ひでえ。これはひどい。あ、落ちた。これはダメだ。ストボールしちゃうんだよな。止まらない。かなり戻されたな。
落ちた。だからどんどん最初から最初男まで落ちていくや。焦りが見え出してるんで、性格が出る。あるがままに行こう。あと爆弾結構当たる角度っていうのも大事かもしれない。
意外とここなんだよな、お得なのは。ではなかった。当たっちゃうと。ダメ？ダメ。外に出ちゃうから、あんまり走り寄ることは得策じゃない。真ん中、長州力じゃないけど、ど真ん中を突っ張らないとダメだな。意外と正解はど真ん中かもしれない。すごいね、これ。動きがこうなっちゃうんだよな。あんまり詰まったな。その視点が良くないから。場所が悪い。あー、くそ。今だ。と待ち合う。
まあ悪くはなかったのか。ただな、これはあんまり、ここはあんまり良くない。通過していった。走り行こう。OK。さあ、ようやく爆弾ゾーンに戻ってきた。地獄だな、この爆弾ゾーン。でも、あれ？前、ここってあったっけ？これランダムで爆弾生成されるんじゃんような感じはあるよな。爆弾がなくなったとして、もう。
ちが。慎重に。本当に滑りやすくなってるのは下が石畳で、なんかこれがある。動き出した。そう、これってあったっけ？まあ、あるか。どこに行くんだ俺。しかも結構前行ってない。滑りやすい。なんでこんなに。うわー、結構落とされた。なんで、なんで触るんだ。あの、
てられない。格段に難しくなってるよ。あかん、落とさえだ。ん、どこに行ってんだ。うわ、すごい飛ぶんだ。場所によっては。あ、ダメだ。触っちゃうよな。
た扉に邪魔されてしまう。どんどん悪化していく。焦りが
だ。まあやめとこうということで、こんな感じということで、また機会があればやっていきたいと思います。800円で買えるんでね、確か800円だったと思う。自信のある方やってみてはいかがでしょうか。石畳の爆弾あるところから格段に難しくなっていくな。あれ、逆に爆弾使って前の方向になんか飛ばすのが案外正解だったりするかもしれないですね。はい、ということでありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。